はい、どうも、Bレジェンド鍵谷です。本日はですね、まあ、弊社ね、Bレジェンドには、たくさんのアスリートがですね、契約していますけれども、まあ、契約してる選手だけじゃなくてね、まあ、プロ選手なんかもたくさん買っていただいてて、まあ、こう、顧客名簿を見てると、あのオリンピック選手が B レジェンド飲んでるんだとか、うわ、このプロ野球選手も飲んでたのとか、J リーガー飲んでたのっていうのが結構たくさんあるんですけれども、まあそんなね、普通のお客さんで買っていただいてる選手たちは、まあなかなか、コミュニケーション取れるところと取れないところあるんですけれども、まあサポートしてる選手なんかはやり取りできるので、まあ今回そのサポートしてる選手たちから聞いた、みんなの好きな B レジェンドランキングっていうのをね、やりました。ということで、今回ね、まあ1位から5位までね、発表していきたいなと考えております。はい、ということで早速行ってみましょう。サポート選手人気ランキング第5位はドゥルーデン、じゃじゃーん、くまモンでございます。はい、まあ、やっぱくまモンね、やっぱこう爽やかなね、まあ、みかん風味、熊本みかん風味ですけれども、やっぱりこう爽やかな飲み味がね、トップアスリートには非常に人気あるんじゃないかなと思います。あとやっぱこうくまモン可愛いしね、そういった意味でもなんか喜ばれてるみたいなんですけれども、まあ、ぜひねこのくまモン、まあ、皆さんもね試していただければと思います。僕も非常にくまモン好きでね、多分ね今ね初恋のいちご飲んでるんですけど、もう少ししたら切れるんで、まあ、次はくまモンにしようかなってちょっと考えてました。はい、ということでくまモンが第5位でございます。はい、ということで、では第4位はドゥルルデント、はい、ペコちゃんでございます。はい、まあね、やっぱりこれも最近もう皆さんね人気で、まあだから多分ねこれ販売してまだ間がないからかなと思って、だからストリートファイターがね、まあ入ってきてなかったのでね、まあくまモン、ペコちゃんと続きましたが、まあこの後ね入ってくるかもしれないんですけれども、まあミルキーもこの甘さがね、やっぱこう疲れた体にはこの甘さが欲しいということで、やっぱりミルキー選んでいただけたんじゃないかなと思います。でこれもやっぱりパッケージ可愛いんでね、すごく選手たちも喜んでもらって、あとこう結構やっぱりインスタ映えするって言ってもらってて、そういった意味でも非常に喜んでもらってるんじゃないかなと思います。はい、ということでミルキーペコちゃんが第4位でした。じゃじゃんと、こっちをいとこうかな。では第3位に行きたいと思います。ドゥルルルデント、はい、こちらパイン、南国パインでございます。はい、これね意外だったんだよね。パインって確かに美味しいんですよ、美味しいんですけど、これねなぜこのアスリートたちが喜んでるのかが、どういう理由でかなと思うんですけど、なんかこの酸味系でいくと、まあもちろん他のものがいくつかパッションとかベリーとかねあるわけなんですけれども、パイン選ばれてるっていうのが、まあ、確かに人気なんですよ。結構人気高くて僕もすごく好きなんですけれども、なるほどって、パイン選ばれるんだっていうのが結構ね僕の純粋な感想です。まあぜひですね、皆さんパインもしまだ飲んだことがないっていう方は飲んでいただければいいんじゃないかなと思います。それでこれもこっちの方行っていきましょうね。この辺かな。ではもう続々ときますよ。それでは次は第2位はダラララデント、バナナ、そんなバナナでございます。はい、まあ、これはまあまあ分かりやすいですね。人気商品の一つとしてねバナナありますから、やっぱりトップアスリートもねこのバナナ喜んで飲んでくれてるんじゃないかなと思います。でこれもやっぱりミルキーもそうなんですけれども、甘みがしっかりあってね、やっぱりこう疲れた体を癒すにはこの甘さ感がですね、まあ、非常に心地いいんじゃないかなと思います。やっぱこう運動前でも運動後でもね、感触としても非常に飲みやすくて、もうバナナシェイクみたいな感じでね飲みやすいですし、まあ、そういった意味でもザ・プロテインっていう感じでね喜んでいただいてるんじゃないかなと思います。はい、ということでこちら第2位ですね。さあやってまいりましたよ、いよいよ栄えある第1位は何でしょうか。さっきからこのドロロとかやってますけどね、このなんていうの、手作り感がね、ビール全土っぽいですよね。はい、ということで、栄えある第1位は何でしょうか。ドロロロロロロ、あれどこ行った、デント、こちらです。ベリベリベリ風味でございます。まあこれ大体ねもう皆さん分かってたんじゃないかなと思いますけれども、やっぱりベリー人気ですね。程よい酸味と程よい甘さ、もうこれがもう非常にねバランスが良くてですね、まあベリーまあまあなるほどなという感じです。結構あんま面白くなかったですけどね。でもね意外だったのがチョコとか入ってきてなかった、激うまチョコが入ってなかったとかね、
あとなんだろうな、やっぱ波動拳、ストリートファイターも入ってて欲しかったですよね。でストリートファイターね、結構格闘技の選手とかも多いから、ストリートファイター入ってもいいなと思ってたんですけど、なんかクマも入ってたけどね、なんか入ってなかったなと思いましたけれども、まあでも非常にね人気いただいて、あれもやっぱりインスタ映えするので、まあ、特に格闘技の選手なんかだったら、あの竜のねモノマネをしてこうガッてねモノマネをして写真撮ってくれたりしてるので、まあ喜んでいただいてるんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回、サポート選手アスリートランキングはですね、5位がくまモン、そして4位がペコちゃんミルキーですね。でその次がこちら、南国パイン、そして、第2位が、こちら、そんなバナナ、そして栄えある優勝はベリベリベリーでした。はい、ということで、まあ皆さんのねお気に入りがランクインしてましたでしょうか。ぜひですね、まあ皆さん飲んだことないという味がありましたら、まあこのね機会に1位から5位ランクインした製品を選んでいただければいいんじゃないかなと思います。まあまたね、なんか何々ランキングっていうのをやってみたいなと思いますので、なんかご要望ありましたらコメント欄の方に お寄せください。はい、ぜひですね、まあこの動画が良かったなという方はグッドボタンを、そしてお友達にも共有ボタンを押してねシェアしていただければと思います。まあ、Twitter とかインスタとかでね、告知していただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回はアスリート選手が選ぶBレジェンドランキングでした。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。